呂布は曹操不在の牧羊を強襲、守備部隊を打ち払うとこの地を完全に制圧した。また遠州各地の大使もこれに呼応、次々に曹操に反旗を翻した。一方曹操は迅速に事態に対応、すぐさま遠州奪還の軍を起こす。彼は直接呂布のいる牧羊を攻めず、戦略的要衝帝都へ進軍。大衆である呉氏を攻めると、そのままそこに陣を展開した。この報を受けた呂布は曹操を討つべく帝都へと軍を進める。曹操の軍は盛況だが、呂布にも頼もしき者らがいる。そして何より、強者との戦に呂布自身の心が熱く燃えていた。その息を感じ、長領と陳宮の闘志も高ぶる。勇飛する明日をかけ、今男たちが戦場に立つ。呂鳳仙の部、誰にも止められはせん。すでに曹操の軍は御師様の部隊を包囲。このままでは御師様は。わかった。しばし、しばしお待ちを。こたびは出世、牧羊での奇襲のようにはいきません。曹操の軍と対するには十分な構えを。こちらには俺とお前と長領たちがいる。いや、それはそう、それはそうではありませんが。ならば曹操の軍など前と同じように蹴散らすまでだ。呉氏のもとへ策など行くぞ。開門し、そうそう。さすが呂布軍、あっという間でしたな。曹操を快く思わぬ諸侯は多いと聞きます。彼らと手を組んで共に当たるべきだと。雑魚どもの手助けなど必要ない。余計なことをするな陳宮。でね、今度は九条が吸収された模様。救援軍を求むとのこと。そうそう、次から次とすぐに行ってなぎ倒してくれる。おかげで城を落とされずに済みました。感謝の言葉もございません。敵襲により炎上、帝都も敵の急襲にあっている模様です。これが敵の狙いだったか。急ぎ帝都城へと戻りますぞ。一度救われたこの命、もう返せぬまま捨てることになるか。かけてやるか。もはや戦況の逆転は絶望的。今は命ながらえることに力を注ぐべし。南方の巨人勢力が治めたち、そちらへと引き体制を立て直しましょう。相手に苦戦されたか。状況は承知した。呂氏まで援護。だいぶ力をつけた。すまん呂布、この状況は明確だと知らず。どうせだ、なぜ俺が撤退など。陳宮、お前は軍師だろう。
やはりこちらへと逃げてきたか。だがお前たちはここで終わりだ。そうそうめ、憎いほど周到ですな。絶対の最後に抜かりなく抑える子は。もうすぐ脱出地点か。そうそうめ、気にしようぜ。などとは思っていまい。俺が人間を必要な尊重で死ぬ。おそらくこれが最後の最後の障害ですが、消えろ。彼らを打ち倒し戦場を脱しましょうぞ。負けただと。なぜだ。なぜ勝てん。何の、次に勝てばよいだけのこと。まさしくその通り。遠州など天界の捨て石に過ぎませぬ。この乱世、天界の好機はいくらでもありますゆえ。我ら武人も錬磨し、より盛況なる軍となりましょう。行くぞ。覚えていろ。俺は必ず天下を勝ち取ってやる。では、呂布殿、留守をよろしく頼む。うん、長領、いずれまた杯を交わそうぞ。ご武運を、関羽殿。今こそ好機かと。ここ徐州こそ呂布殿の新たな地。戦いましょう。何度も何度でも。いざ、呂布殿が掴む天下のため。戦で全てを取り戻し、全てをつかむ。父上。戦を探すだけだ。董卓を暗殺しようとする奴だ。誰？私は陳光大ですが、私が仕えるべきは、どうか呂布殿。軍師といっても我らは。ご安心を。今こそ遠州を取り、呂布殿ご自身の国を持つ。貴殿は。まさしく呂布殿に国を持てば自らが望む。それでお前の狙いは何だ。私は自ら天下を滑る最強の武人を支える名軍師。それこそが私、秦光大なのです。まさしく。さあ呂布殿。いいだ、行くぞ。お見事でございます。ダメ。注意を受け。無様だな、曹操。天
信州はもはや俺のものだ。見事、見事帝都を抑えた今。ふん。伝令、我らの本隊が帝都へ。なんと騒ぐな、行くぞ。しばし、ここで帝都を離れては、このままでは取って取られての状態となり、兵力で劣る我らの敗北は必至、必至です。ここはひとまず。ふざけるな。お怒りはごもっとも、我らの天下への道は恥、私が必ずや。いつか必ず。陳旧